とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあね、昨日入手した装備実際つけたのよ。めちゃくちゃ強い。やっぱりいいね。幸運の海、変更、防護、クールダウン、最高。もう本当にこれね、最高だわ。すごく使い勝手がいいやつになってます。で、俺がね、今、最近よく回ってる場所っていうのがあって、それが、デイリーミッション。デイリーミッションだね。で、報酬が、アーティファクトのところ。あったね。報酬はアーティファクトのところ。ここをね、回ってるのよ。なぜかって、ここね、クリアすると、アーティファクトのパワーが252から255までのやつが出るのよね。なので、ここでエレメントのカバンを狙ってます。エレメントのカバンの255とか254が出たらめちゃくちゃ強いと思うのよ。今でも、まあ全然強いのよ。強いんだけども、高難易度のエンチャントの敵をね、ワンパンできない時が結構あるのよね。そこで、多分254になると、ダメージが650万超えるんじゃないかな。それぐらいあると、ワンパンできそうなんだよね。ということでそこを、今日は、行きましょう。2種類かな?この巨大城壁と、孤立した城か。はい。上が難しそうだな。HP75% 減少。これどういうことだ?まあまあ、行ってみましょう。さっき言ったけど、無理だった。無理。ほぼワンパンされるから、ダメだ。やっぱ 75% 減少すると、ダメだね。3、40万になるんだ。HP が。無理。なので、ここライフブーストあれば、多分いける。ライフブースト。ポーションバリアでもまあいけたっちゃいけたね。ライフブースト付きなんかなかったっけ?あった!ウィザーのアーマーか。クールダウンなし。なしか。ということは、そうね。普通の矢ビルドで行った方がいいのか。普通の矢を、2つつけてキノコ。そして、武器の方に HP 回復を入れてやればいいか。ダイナモハープでしょ。で、武器を、なんかいいのが、トゥルースシーカー。いや。あれ、魂1だもんね。回収1だから、トゥルースシーカーよりも、不滅の方がいいかな。多分最初のね、2回ぐらいは、すぐやられるわ。あ、そうでもないぞ。あ、いやー、きつい。こいつはきつい。やられる。ちょっと、きつ。嘘やろ。でもね、これでも、あれなんだよ。ちょっと、うわぁきつい。まあ、でもね、やられるごとに強くなってくるから、大丈夫。最初の、おい、もうこいつ、どしいな。再生もついとんのか。どういうことや、お前は。再生までついてるって。まあ、後になると、HP も元に戻ってくるし、あと1回死ねば戻るかな。それで大丈夫やろう。で、ここのいいところはあれだよね。変更がついてるっていうところ。この変更点は、危ない !100% なんで、絶対矢は反射してくれるんで、戦いやすくはなるでしょう。あとあとね。よし。まあまあまあ、特に、ここで出るアイテムは欲しいものは、
そんなないんで、ほぼ無視してから行っていいね。あ、一回やられるだけでも、そうね、33% 上がるだけでも、全然戦いやすい。ああ、これぐらいだったら全然いいわ。よしよしよし。じゃあこれで進んでいきまーす。キャプテンを探すの、ああ、そうか、ここ、最後キャプテンだったね。あ、ミスった。やばい。やばいやばいやばい。キャプテンが確か、とんでもなかったよね。むちゃくちゃ強かった気がする。でも、この装備ならば、HP 関係なしだからね。ワンパンいけるから、余裕でしょう。まあ普通に、やっててキャプテン出てきても、ほぼ終わるからね、あれ。キャプテンはえぐい。もうここで終わりだ。最後踏ん張れ。ここでおしまい。最後踏ん張って頼むよ。多分魂は足りるかな。今回あれは足りるでしょう。もう近寄らせんな、近寄らせんな。今度こそ行くぞ。マジさっき油断した。今度は油断せん。よし、ソウルもほぼワンタンだし、いいでしょう。これあれだな、ダイナモ20まで貯める方がいいね。なんかこの光で敵が見えないもんね。こうしっかり見えるようにやっていった方が分かりやすいわ。終わりか、そろそろ。まだか。結構出るな。このクエスト長い。むちゃくちゃ長い。おー、来た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 。キャプテン、しかも霊気持ちって、これ普通に倒すと無理でしょ、こんなの。こんなん無理よ。よし。な、宝箱を取って。結構アイテム出たな、ここは。美味しかったー。よし。では、頼むよ。エレメントのカバン。カバン。バージネスト。まあ。そんなもんか。お、ささやくやり、出てきたか。はーい。まあ、ということで、またね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。